皆さん、こんにちは。おまじょいちえこです。私は産婦人科専門医をしていて、産婦人科の仕事はとっても楽しいなぁと思っています。特に赤ちゃんが無事に生まれてくる場に立ち会う喜びというか、感動は言葉で言い尽くせないくらいのものだったりします。本当にこの仕事をしていてよかったなぁと思ったりするところですね。 ただ皆さんも仕事をしていると楽しいことばかりではなくって嫌だなとか辛いなとか思うことはあったりすると思います。やっぱり仕事としてやっていると嫌な仕事とか辛い仕事っていうのも出てくると思うんですよね。ということで今日はそんな嫌だな辛いなと思う仕事の中から産婦人科ならではのものを3つご紹介していきたいと思います。 チャンネル登録いただけると励みになりますのでよかったらポチッとお願いします私は医者という仕事をしているわけですけれども多分どんな仕事をしていても日々の仕事の中でこの仕事嫌なんだよなとか辛いなっていうものあると思います。 すっごいちっちゃいことだと例えば医師の場合には意外と多い書類業務とかねあれは結構面倒だったりしますね医療保険の書類だったり役所に提出する書類とかを作成しないといけないことがあるんですよね今はだいぶパソコン上で処理できるようになったからだいぶ楽なんですけれども昔は所定の用紙に手書きで 記入ししなないといとけなかったりしたりので患者さんの病歴とかいつからいつまで入院していつからいつまで治療して手術が何番でみたいなねたくさん項目があるんですけれども外来診療とか手術が終わった後にカルテとにらめんこしながら情報を取って所定の用紙に手書きで記入していかないといけなかったりしたんですよねあれは結構手に負担がきましたね。 あと私が初期研修をしたのは結構前なのでちょうど紙カルテから電子カルテへの移行期くらいにあったんですよねなので研修医の時は紙カルテにひたすら記入しないといけなかったりして人生で初めてボールペンを次々に使い切るっていうそういう経験をしましたね勉強する時にシャーペンの芯を使い切ることはあってもボールペンのインクが切れちゃうってなかなかなかったんですよね とまあまあ書類業務は結構臭さい仕事の一つだったりはするかなと思います今日は産婦人科ならではのものをということを紹介していきますねまず1つ目は当直明けの勤務ですね 産婦人科はお産の対応をしているところだとお産っていつ始まるかわからないですので朝かもしれないし日中かもしれないし真夜中かもしれないってなるわけですねご存知の方も多いかもしれないですが特に明け方とか意外と多かったりするわけですよねということで基本的に毎日誰かしらが当直と言って病院内のお部屋で待機しているっていうことが多いんですよね それでお産っていつ始まるのかって予測できないですので一晩到着して誰も分娩しなかったっていう日もあれば一晩で5人とか6人とか分娩があるっていう日まで様々なわけですね。 正常分娩ですごく経過よく産んでくれるとおめでとうってなって気持ちよい感じなんですけれどもお産がスムーズに進まなかったり赤ちゃんの状態が悪くなりがちだったりすると胎児のモニターから目が離せないしヒヤヒヤしながら一晩過ごしていくっていうわけですね気が付いたらもう一睡もできていないみたいなそういうこともあったりします そうでなくてもお産の時って結構興奮してアドレナリンが出てきてお産のあとすぐに寝られなかったりっていうこともあったりしますそうなると翌日の勤務が結構答えたたりしましまね長時間の手術がその日にあったりすると集中力を保つのが大変で結構つらかったりしましたね でまあ、通常通りね夜5時に帰れるわけでもなく、まあ、仕事が長引,けば長引いただけ病院にいないといけなかった続いては私は産婦人科医なので妊婦さんってすごく好きなんですよね。ふっくらしたおなかの中に新しい生命がいるんだって想像しただけでドキドキしてきちゃうくらい好きです。 病院に来られる方のお腹を触って温かみを感じて態度を感じるとああこの中に新しい命がいるんだなーって嬉しくなるんですよね。それで妊婦健診でエコーを当てると実際に赤ちゃんが動いているのが分かって「生きてる生きてる」って幸せな気持ちになるわけですね。 ところがそんな妊娠生活でもたまーに何の前触れもなく子宮内で突然胎児ががなくなっっててしままうっていういここととに遭遇すすることがあります染色体異常などがあって生まれてきても生きていけないっていう赤ちゃんもいたりするんですが満期に近くなってきてもうすぐお産っていう段になっておなかの中で赤ちゃんが亡くなってしまうっていうこともあったりします。 まだ私が若かった頃総合集産期センターといってその地域の妊婦さんの搬送などをマネジメントするようなそういう病院で勤務していたんですねちょうどそこで到着していた時の話なんですがその時に地域の病院から搬送の依頼が来たんですねちょっと赤ちゃんの状態が悪いみたいだけどもその病院ではちょっと手が足りなくって対応できないから受け入れてほしいということでした 休日なんかだとそういうことは結構あったりするんですが、周産期センターなので NICU といって赤ちゃんの救急病棟の空きがある限りはどんな症例でも受け入れるっていうことに決まっていたので、その患者さんも受け入れることにしたんですね。救急車で来院されてからお話を聞くと、2、3日前から赤ちゃんの動きが鈍くなってきていて、今日は全然赤ちゃんの動きを感じないっておっしゃるんですね。お腹をってみると 確かに帯同はないし妊婦さん特有のお腹の温かみもなくなっていたんですよねエコーを当ててみると案の定赤ちゃんの心臓は止まってしまっている状態でした善意からの情報によると赤ちゃんは順調に育っていて特に妊娠経過にも問題はなかったということですが突然赤ちゃんが子宮内で死亡してしまったようです 妊婦さんは突然大きな病院に搬送されてきてしまって文明も控えているような時期で多分めちゃくちゃ不安だったと思うんですよねそんな妊婦さんに対して初めて会う医師から赤ちゃんが子宮内で亡くなってしまったっていうことを聞かされないといけないなんてうんその妊婦さんのことを思うと心苦しくはあるんですがまあ伝えるしかないわけで私としてもとてもとても辛い経験でした しかも亡くなったっていうことだけではなくって亡くなってしまった赤ちゃんはお母さんのおなかの中では異物として捉えられてしまうことになるので分娩ししてしまわわなないといけないとけけですね。そういうお話までしないといけないっていうところなんですね。 うーん妊婦健診でねもしずっと関わってきた方であればある程度の信頼関係もできているかもしれないんですけれども初めてお会いしてしかもそんな重大なことを告げられるなんて多分その妊婦さんにとっても相当お辛かったかと思います産婦人科をしていると幸せな分娩もたくさん見るんですけれども中にはそういった辛い経過を見るっていうことも出てきてしまうことがありますね 続いてはがん患者さんのお話です大学病院で勤めていた時にはがん患者さんの中でも他の病院では治療法がないって言われたような方が受診されることも結構あったりするんですよね一般病院ではガイドラインに沿った治療を行うので再発を繰り返している場合なんかはもう使える抗がん剤が残されていないという状態も起こってきたりするわけです そういった患者さんが紹介されてきて藁をも使うも思いで大学病院を受診されることもあったりしますそんな中でまだ治療法がたくさんあるのに突然治療を拒否民間療法に身を委ねるという方がおられたりしますもちろん一般的に手術した方が予後がいいとか抗がん剤治療をした方が余命が伸びるよとか言われていることがすべての患者さんに当てはまるというわけではないです。 現時点では完全なオーダーメイド医療としてあなたの場合はこういう遺伝子タイプでこういうがんだからこの治療が最適解ですみたいなそういう治療は残念ながらできませんなので例えばちゃんと知識を持って考えた上で例えば術後の化学療法はしないって決断することについては尊重すべきことだと思いますただ、そんな中で明らかに騙されてしまうっていうことが起こったりするんですよね。 それこそ突然がんであることを告知されて精神的に乱されているところを付け狙ってくるようなものですね例えば実際にあったのががんが治るからといって何百万もするようなサプリメントを買ってしまったりがんが治るという水が出てくるウォーターサーバーを買ってしまったりということが出てくるわけですそれをまあ買うことによって患者さんが前向きになれて 治療にも積極的になれるっていう状態が作り出されるのであればもしかしたら価値は多少あるかもしれないんですけれどもサプリメントを買ったり水を飲んだりしたらその他の治療は一切必要ないと言われてしまってたりするわけですね。 実際にそれを信じて病院を受診されなくなってしまってしばらくして状態が悪くなってから受診された時にはもう手術もできないぐらいに全身に転移が広がが広っっってててししままいいるっていうことが起こってきたりしますガイドラインの医療が全てではないんですけれども少なくとも臨床研究を行ってしっかりと検討を重ねられた上で効果が示されているっていうものですね。 もしそのサプリメントや水に本当にがんが治るという根拠があるのであればおそらく標準治療となっていることでしょうが実際にはそういうわけじゃないっていうことを頭に留めておきたいことですよね今日は産婦人科医の仕事をしていて嫌だなぁと思うこと3つをお話ししてみました。 それ以外にもつらい仕事は結構あったりはしますがそれ以上にやりがいのある幸せなこともたくさんある仕事だと思います皆さんも仕事をしていてつらいこと悲しいことそれとも楽しいこといろいろあるかもしれないですねもしよかったらいろいろコメントしてみてくださいということで最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた別の動画でお会いしましょうバイバーイ